演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこのピリ辛豚骨味噌スープご飯を食べたいと思います。あー、なんかポーンとか卵とかいろいろ入ってますね。豚骨味噌だけどやっぱりラーメンのイメージありますが、これはご飯なんですね。ラーメンとは違った美味しさ、雑炊みたいな感じなのかな。では食べて気になるので、ね、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。わ、開けたらまずみかん、わかめの香りがしてきましたね。ではいただきます。サラダにはこうした麺の方がやはり合いますね。ピリ辛と書いていますが、辛い要素は糸唐辛子と豚キムチぐらい、そこまで辛いくはなかったですね。なので辛さを求める人にはちょっと物足りないかもしれません。豚骨スープは濃厚で旨味がご飯に染み込んで、ラーメンとはまた違った美味しさがありました。ご飯なのでより染み込みやすいというのもあるのかもしれません。野菜の食感も程よくて美味しかったですが、もうちょっと辛さが欲しいかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。